皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。札幌も10月に入りまして、だいぶ気温が下がってきました。昼間はね、最高気温20度くらいにはなるんですけど、20度ない日も今でももちろんあります。はい、で今映ってるあの多肉ちゃんは、有名なね、多肉 YouTuber ポートベローマーケットさんの自家製苗販売会でゲットした多肉ちゃんです。私一応ポートモノ会北海道支部会員でございます。自家製苗販売会は何度かねチャレンジしたんですけど、本当ね、インターネットで本当に数秒で瞬殺なので、今回初めて購入することができました。やったー。今回のセットはこの5つなんですけど、これね、セイレーンだっけな、セイレーンですね。ちょっとなんかオレンジっぽいような色ですね。はい、こっちはね、これは白雪姫ですね。白雪姫、よいしょ。はい、かわいいね、白雪姫って名前もいいですね。で一番ね大きな苗、このこちらの方は、サンタロス、サンタロスですね、サンタロスになっています。はい、でね、みんなちょっと水切った状態で来ましたので、お水はねちょっとあげて、他の苗たちと同じように今私の窓の外で管理しております。でこっちの奥のやつね、これプレリンゼ、かわいいね、プレリンゼ。はい、でこちらがダークアイスですね、かわいい。はい、どれもね私は全く持っていない苗です。はい、大事にね育てていきたいと思います。はい、ちょっとね1週間くらい前に、こちらのねハオルチアと、あとちょっとこのシュッポージュのちょっとね植え替えみたいのをやりましたので、そちらの動画をまずご覧ください。はい、このねハオルチア、今日の花ちゃんなんですが、下から小株がたくさんついてるんですけど、なんか調子が悪くって根腐れした感じかな。ちょっと根がね切れてたりとかして、この鉢自体がちょっと長い感じなんですけど、ちょっと水、陶器塗りの鉢なので通気性があんまり良くないかもと思い、普通のスリット鉢に植え替えることにしました。もう本当にもうすごいポロッと出てきちゃうんですよ。こんな感じで、もうちょっと根が全然、もっとね立派な根がたくさんついてたのが、もうこんな感じで悲しい状態になっちゃってるんで、これはもうむしろギリギリまで土入れて、あれだよね、こんな感じでちょっと置いとくしかないかなみたいな少し根が下に隠れてくれるようにちょっと土は足しますが、もう本体の根がすごい育ってくれたらいいんだけど、やっぱり土と鉢の組み合わせとか、やっぱりありますね。この鉢だったらちょっと本当に観葉植物の、こっちのね鉢だったら本当に観葉植物の、サラサラした岩とか砂みたいなそっちの方がいいのかもしれない。はい、でこれでね一遍水をあげて、また様子を見ていきたいと思います。はい、多肉ちゃん尻尾樹なんですけど、こんなね下のとこから出てきています。なのでちょっと植え替えをしていこうと思います。はい、尻尾樹ちょっとね寒さが苦手みたいで、去年ね葉っぱがね、こう普通はこうやって上にピュンピュンって葉っぱがついてるんですけど、それが全部落ちちゃって、でも今またねちょっとね葉っぱが出だしてます。まあ、ちょっとこれ抜いてみますね。このように出てる小株引っ張ったら外れそうだけど、どうすればいいんだろう。よいしょよいしょ、傷をつけずに引っ張り出すのって
難しくないみたいな。はあ、ダメだねこれは。ああ、救えなかった。救えませんでした。こっちもちょっとここから出てね、スリット鉢から出ちゃってあれなんで。わあ、なんかこの根の先から、なんかこうこんな感じで出てきてる感じ。これどうするのがいいのかな。これを上に出してあげればいいのかな。こうやって植えてあげればいいのかしら。こうやって木取れましたね。これをちょっとむしろ取って上に出してあげればいいんだね。なんか面白いこれ。根の先に、なんていうんですか、葉っぱが出だしてるの。この本体は元に戻して、この取れてしまったやつと、この根は新しい鉢に入れようかな。なんかグラグラするんだけど。はい、こんな感じで、じゃあこれは元のやつで、もう一つのやつを黒のプレステラに、この根っこたち、これどうやって植えるのが正しいんだろう。謎だな。でもこういう感じですかね。こういう感じか。こんな感じでこう、なんかアスパラみたいな 風になってるのを植えてみよう。このよう。で、この子、こんな感じで入れとこうかな。それと、もう一つ。ちょっと傷ついちゃってるんで大丈夫かな。まあいいや。これも、ちょっと、これ、どの程度深く植えるのがいいんだろう。すごく深く植えた方がいいのかな、やっぱり。よし、こんな感じ。これだけど、これでいいのか全然わからないんで、ちょっと様子を見て成長具合をまたレポートいたします。はい。でね、植え替えをして、ハオルチアの今日の花ね、ちょっとね、どうなんだろうな。まあ、このまま元気に育ってくれそうだなっていう気はしています。下から子株がすごく出てきてるので、それがどうなるかって感じなんですけど、このままね、本体の方も根をしっかり育てていきたいと思います。で、七宝樹の方の、ちょっと根の先にね、出てたやつ、そう、植えましたが、ちゃんとこう葉っぱがね、出てきて育ってくれています。ちょっと一部ここら辺とか枯れちゃったんですけど、面白いですよね、このセネシオの七宝樹の増え方が。七宝樹ね、結構好きなので まあそんなにたくさん増やせなくてもいいんだけれども、ちょっとね、また観察していきたいと思います。はい。で、すごい困っているのが、これ、もみじ祭り。こんな感じになってしまったんですけど、これどうすればいいですか？ で、あと、今年買いました、火祭りね。火祭りもこんな感じで、やっぱり、あれですね、似てますよね。もみじ祭りと火祭り。はい。で、背がね、高くなると、室内でちょっとまた管理しづらいかななんて思うんだけど、まあ、これはギリギリ良しとしましょう。このまま育てます。はい。で、来年春にね、ちょっと切ったりなんだりしようかなと思います。で、ただもみじ祭り自体はね、もうバランスが悪いんで、ここの低い位置にある花芽はいいんですけど、この上のところの花は切って、逆に花瓶に挿して楽しむことにしよっか。ちょっと切ったままにして今年は放置しますね。ちょっともう肥料とかも相当切れちゃってる、土変えた方がいいのかもしれないですけど、まあ今年は来年春にしようかなと思います。逆に、そうですね、ここら辺からちょっと低い位置で切って、こっちも低
空位置で切ります。うわ、すっきり。はい、でこれをちょっと花瓶に挿して楽しもうかと思います。この間ちょっとショート動画で出しました大和姫なんですが、ちょっと雨がね連日続いた時バラバラ事件が発生してダメになりました。ちょっと根もこれ出してみますね。ちょっと目のところも真っ黒だったんでもうダメでしょうということで、はい、残念ですが大和姫はさようなりで、葉っぱももう結局落としてしまった、こうのような感じでちょっと見えない、こう黒くなっててねダメだと思うんで、はい、こちらは大和姫は残念ながら、あ違う、これ大和錦ですね、大和錦だ、ちょっと冬入りのタイプでしたね。まあ、いずれにしてもちょっとダメなので、はい、これも処分いたします。はい、みんなねエケベリアとかすごい可愛くなっているんですけど、今日のね私のお気に入りを2つちょっと選んでみました。これはねオリオンです。オリオンは何度ももうちょっと出てきていると思うんですが、去年購入した時に比べればすごく大きくなりました。そんでねこの本当にピンクの縁が可愛いで、ムッチムチですね、葉っぱも厚くて、はい、オリオンと、あとこのねチオ、このチオがねあれですね、夏顔とちょっと違う、結構ちょっと写真というか動画とか、まあ写真か動画か、あったらちょっと横の方に出していきたいと思うんですが、すごい今ね最近ぐーんと可愛くなりました。ちょっとお粉が吹いてきて、爪もねピンクでシュッとしていて、葉っぱのエッジがピンク色になっております。夏の間はねもっと緑な感じだったんですけれども、全然夏顔と紅葉の秋の顔が違う子ですね。はい、はい、今日の札幌園芸日記はここまでです。ですね、今年はギリギリまでなんとか外で、多肉植物を育てたいなと思っております。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。